みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はドラゴン防具を採用した鉄鋼リュダンライトの最終形を紹介します。最も進化したのはドラゴン防具により極意スキルが簡単になり、覚醒能力を全て攻撃にできることです。これにより鉄鋼リュダンの上限ダメージも変化し、より強力なものとなりました。武器は覚醒ミズライト、防具は腰のみマムガイラで、残りがドラゴン、また胴のみアルファです。スキルの詳細前に上限の説明をします。鉄鋼榴弾のダメージ上限は元々の攻撃力を参照します。画面の場合は左はスキルでの補正後、右は武器本来のもので、覚醒能力やカスタム強化はこれに該当します。今回の場合カスタム強化に攻撃は入っていないので397というのが上限の基準となります。計算式などはこちらの動画で詳しく説明しているのでご覧ください。今回の上限は397÷1.3×0.24×2=146.58 です。四捨五入すると147ですが、表示攻撃力も四捨五入されており、実際は146です。鉄鋼榴弾のダメージ構成は着弾プラス爆発プラス火属性で、今回の計算は爆発部分になります。それではスキルをご覧ください。攻撃スキルは攻撃7とフルチャージ3です。実際に攻撃をしてみます。食事に猫の砲撃術をつけています。まずはバフを使用しない場合です。ダメージは145で、爆発部分が143です。次に怪力の種を使用します。ダメージは148で上限となりました。念のため粉塵も使用しています。このように猫の砲撃術プラス砲術後プラス攻撃7プラスフルチャージ3、ここに爪と護符を所持し、バフアイテムを1つ使用すれば上限となります。今回のスキル構成で挑戦者を採用せず、攻撃7を採用しているのも上限が高くなっているためです。これにより怒りへの移行前にも安定したダメージを稼ぐことが可能です。他のスキルを上から順に説明をしていきます。まずは回避装填時に動きを止められずダメージを稼げ、ぶっ飛ばしとも相性抜群の耳栓、今までの鉄鋼ライトでは採用不可能な整備後、これにより不動と転身を多く使用できます。スタンを多く通るために強打の装備も使用しやすくなります。回避性能と回避距離は鉄鋼ライトと相性もよく、ミラボレアスのようなモンスターでは必須クラスになります。 KO 術は無理に盛らず、一番効果の大きい1のみ採用、スタンを多く取りたい場合には強打の装備で補助するという形です。支柱に勝つは装備の氷耐性がないので、回避装填と相性のいいスキルです。歴戦王イベルカーナでも活躍してくれると思います。体術は回避装填を使うなら必須クラス、ドラゴン防具でスタミナが増えていても欲しいスキルです。それでは体術があるとどれぐらい変わるのか、スタミナに注目していてください。鉄鋼榴弾を撃ってスタミナが半分ぐらいを維持できており、仮にモンスターの攻撃により一発目で回避行動しても連発できます。
次に体術を外した場合です。このように継続して打てないもしくは回避できない状況になります。ドラゴン防具でスタミナが増えていても体術1はあった方がおすすめです。残りはスリンガー装填数アップ、総意に特殊射撃評価を採用しています。マルチの場合は跳躍体術を対象体術に、防音2がない場合は跳躍体術を外し防音体術に、それもない場合は跳躍攻撃を防音の複合にすれば大丈夫です。特殊射撃強化を面に積みたい場合は跳躍攻撃と入れ替えてください。また死亡しやすいモンスターの場合は猫の砲撃術を補うため窮地を逆境もしくは投石解放を逆境解放にしてください。これでほとんどのモンスターに対応できると思います。最後に過去の動画でも紹介していますが、回避装填で装填をし忘れた、段差などで回避装填ができなかった、そんな時のリカバリー方法をご紹介します。右下の玉に注目してご覧ください。お分かりでしょうか。他の玉を打って2回目の回避行動前に玉を入れ替えるとこのような装填方法が可能になります。通常弾レベル1でも同じことができますが、弾の入れ替えまで時間がある、反動中以上の弾で行うのがおすすめです。今回使用している武器の場合は貫通弾レベル3、鉄鋼榴弾レベル2、水冷弾がそれに該当します。撃たない場合でも該当の弾を持ち込み、鉄鋼榴弾レベル3の上下どちらかに並び替えしておくのがおすすめです。起爆榴弾から回避装填もできるので覚えておきましょう。モンスターによっては鉄鋼ヘビより扱いやすいので、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。